こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では色彩カラーについてお話をしたいと思います。前回の動画ではですね、色選びの基本的なことをお伝えしました。色選びにもいくつかのレベルがあって、ファーストステップレベル1ではですね、ベーシックカラーを使いましょうという話をしました。そしてレベル2では、本来やぼったく見えるようなベージュだとかカーキだとか、あとはブラウンなんかの色を使えるようになると便利ですよという話をしました。そしてレベル3においてはアクセントカラーですね、ちょっとビビッドな色だとか綺麗な色を使うことでさらに自分なりの個性を出すといいかなという話をしたかなと思っています。そして今回の動画ではもう少しファーストステップのですね、ベーシックカラーというところを掘り下げてお話をしていきたいなと思っています。まずおさらいなんですが、ベーシックカラーというのはメンズファッションにおいて基本的な色合いで、これは絶対に持っておいて損はないですよというカラーリングになっています。具体的にはネイビー、グレー、ブラック、ホワイト、ブルー、これが該当しますね。一個ずつについてお話をしていきたいと思うんですが、これらの色の中でまず一番重要度が高いのはネイビーになります。ネイビーというのはですね、数ある色の中でも比較的濃い色ですよね。濃い色を着た方がシュッとして見えますし、スタイルがよく見えますので、やはりどんな色を選ぶのかっていう時にはまず濃い色から選んだ方が全身のバランスは取りやすいのかなと思います。ただネイビーというのはブラックと比べるとやや明るさがあって爽やかな印象があるんですね。暗くなりすぎないので、まずはネイビーという色から買い揃えていただくと良いかなと思っています。でネイビーの良さっていうのはたくさんあるんですけど、ベーシックかついろんな色に合わせやすいんですね。例えば先ほど挙げたベーシックカラーのブラックにも合うし、ホワイトにも合います。あとブルーにも合いますし、さまざまな色に合うのでネイビーってすごく万能なカラーだと思うんですね。まずは迷ったらネイビーというところを頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。具体的なアイテムに落とし込むと、僕が着ているようなネイビーのジャケットですとか、あとはコートですね、ネイビーのチェスターコートですとか、ネイビーのステンカラーコートなんかを選ぶといいと思います。あとは内側に着るような丸首のニットもネイビーなんかがあるといいと思いますね。主に上半身に使って色を引き締めるという際にはネイビーがものすごく重宝するかなと思っています。続いてネイビーと同じようにブラックのように濃い色なんですけど、やや明るさを感じる色の代表というのがグレーなんですね。このグレーも持っておくと非常に便利かなと思っています。例えばグレーのチェスターコートですとかジャケット、あとはニットなんかも良いかなと思いますし、ボトムスでグレー系のスラックスっていうのを使えるとちょっときれいめな要素が足せるのかなと思っています。ネイビーとグレー同じように濃い色なんですけど、どのような印象の違いがあるのかと言いますと、ネイビーは結構爽やかな雰囲気があって若々しく見える色なんですね。一方でグレーっていうのはちょっと重厚感があって大人っぽく見える色なんですね。で一方で失敗するとちょっとおじさん臭くなる色だったりするので、グレーの中でも比較的濃い色を選ぶとその点失敗はないのかなと思っています。ライトグレーと言われるような明るいグレーというのは使いこなせるとおしゃれなんですが、結構難しかったりするので、まずはちょっと濃いめのグレーから試していただくと良いのかなと思っています。そして続いておすすめしたいのがブラックですね。ブラックというとやはり無難な色というイメージがあるんですが、着こなしをパキッと引き締めるにはすごく重宝する色なんですね。ですが皆さんすぐブラックを選びがちなんですが、まずはネイビーですとかグレーのような少し柔らかさがあるような色を選んで、ところどころで引き締めるのにブラックを使うのがバランスが良いかなと思っています。例えば僕が今履いているようなブラックジーンズですね、これは着こなしをパキッと引き締めるには非常に使いやすい色かなと思っています。あとはブラックのスニーカーなんかで使ってもらうのもいいと思いますし、この次の動画で出てくるようなカーキですとかベージュですとかブラウンのような曖昧な色ですね、そういうものを引き締めるにはブラックを使うとすごくバランスが良かったりするので、無難な色としてのブラックではなくて引き締める色としてのブラックを意識してもらうと良いかなと思っています。そして次は白ですね。これもメンズファッションにおいてはものすごく重要度が高い色なのかなと思っています。例えばシャツの最もベーシックな色として思い浮かぶのはやはり白だと思うんですね。清潔感があって爽やかに見せられるので、白という色はもうどんどん活用していくと良いかなと思っています。暗くなりがちなネイビーですとかグレーですとかブラックというカラーの中にホワイトが少し混ざるだけで一気に華やかな印象になりますので、ベーシックカラーの中で唯一の華やかな色と捉えてもらえるといいかなと思っています。
具体的には僕はこういった T シャツですとか白いニットとかで取り入れることが多いです。あとはホワイトジーンズを履いてみたいですとか、スニーカーを白にするという形で全身の中に一つでもホワイトがあるとかなり明るさを取り込めるのかなと思っています。そして最後がブルーですね。これはもうブルージーンズを想像してもらうとすごくイメージがつきやすいのかなと思っています。まあメンズファッションにおいてすごくベーシックな色合いですので、ジーンズであったりあとはシャツの色ですね、ブルー系のシャツというのも清涼感があって爽やかな印象があるので、着こなしを中に取り入れてもらうのも良いかなと思っています。まあ、このようにですねベースとなるような色というのは決まっていて、まずはお店に行ったらそういったベーシックなカラーから揃えてもらうと良いかなと思います。これらの色を全身の中で8割ぐらい揃えて、残りの2割でちょっとブラウンだとかカーキだとかを取り入れてみる、もしくはアクセント柄を取り入れてみるというのがバランスがいい着こなしなのかなと思っています。でも僕なんかは正直このベーシックカラーだけでコーディネートすることが多いんですよね。実際今日もネイビーのジャケットに白の T シャツ、ブラックジーンズという形でベーシックカラーしか使っていません。このようにこの中だけで楽しむというカラーの方法というのもすごくおすすめだったりしますので、まずはここから皆さんには極めていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。